こんにちは、美容師道場の直樹ちゃんです。はい、今回のテーマはこちらです。肩レングスの内巻きボブの切り方よっよっよっ。はい、どうですか、いいですかね、右に回ってもらっていいですか。はい、ですね、肩レングスのボブです。めっちゃ難しいですよね、このね、切り方ね、マジで難しい。うん、ほんとね、一歩間違えるとほんとこのラインがずれちゃったりとか、うん、します。ガタガタしたりだとか、うん、重さが均等にならなかったりとか、結構ね、そんな風になりやすい。うん、ね、もうボブだったらもうできれば上に切りたいぐらいの感覚になれる、うん、でも、今日の動画見てもらえば切り方が一発でわかるし、うん、今後のサロンワークの時とかに絶対綺麗に切れるようになると思いますので、もう裏技っすよね。もう裏技みたいなのもぜひともね、見ていってもらえたら嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ切っていこうと思います。で、今日はね、内巻きにも外巻きにもしたいっていう、まあ肩ギリギリぐらいのボブ。難しいっすよね。切り方ね、ちょっと難しいですよね、うん、ギリギリぐらいだと。まあ、こういう時だと肩よりちょっと上なんですけど、うん、肩に当たる切り方になってくるので、うん、まあこれはね、ちょっと、ね、見とくと結構便利かなと思いますのでね、はい、ちょっと説明していこうかなと思います。で、今回のモデルさんなんですけど、結構ね、襟足がね、深めまで生えてるんですよ。うん、確かに結構長め、ここからここまで結構長め、うんうん、でもその分結構首が長くてらっしゃるから、うん、まあ結構ね、切り切れる部分は多いかなと。ただ、ここからここまでが、ちょっとな、入ってる幅が長いので、やっぱそこはちょっと考えて切っていかなきゃいけない。うん。うん、っていうところで、やっぱりこう、髪の毛が結構落ちてくるっていうわけじゃないですか、要は。はいはいはい。で、結構縦長にもなりやすかったりだとか、髪の毛が結構重なりやすい場所を取るっていうのは、人に比べて出てきたりとかするので、うん、まあ、そこはちょっと考えながら切っていく必要があるかなと思います。はい、はい、直吉とアブタは一緒に働くスタッフを大募集しています。詳しくは概要欄の求人の動画をご覧ください。一緒に横浜ナンバーワン目指しましょう。目指しましょう。で、基本的にはボブなんで、そんな難しいことはしないです。うん、ただ肩ギリギリのボブなんで、その切り方とかちょっと見てほしいかなと思います。で、レングスはこのぐらい、もう切っちゃったんですけど、レングス、はい、このぐらいの長さですね、うん、で、ここにちょっと1個だけ細工しておきたいんですけど、ローグラ入れときます、ここに指1本分ぐらい。おお、なんか意味があるんですか。そうなんですよ、意味があるんですよ。ちょっと待ってね、切っちゃうからね、このほんとちょっと出てくる、うん、まあ、ローグラスなんで、うん、ローグラスなんで、ここをちょっとずつ切ってって、で、頭なりに切っちゃいます。一回水平ボブかなんかでやったのかな。ああ、ありましたね。こういう感じで切ってくるんですけど、そうすると、はい、見てもらうと分かるんですけど、ちょっとここがこっちに上がりますよね。気持ち前上がりに入りましたね。はい、で、まあ本当これだけなんですけど、うん、これをやっとくとちょっと一ついいことがあって、うん、まあ、要はこのモデルさんを見た時とかに、やっぱ髪の毛がちょっとこう多めに生えてるので、うん、やっぱここに毛がたまりやすいんですね。この幅も長いってことじゃないですか。要は確かにここの幅も長いし、うん、でここに落ちてくる毛も多いわけですよね、うん、ってなってきた時とかに、ここからやっぱりつなげていくって考えた時とかに、ここにあんまり毛をためたくないと、うんうん、だからちょっとここにローグラ入れて、ここにちょっとディスコネで毛を重ねていくっていう切り方ですね。はい、うんうん、なんで次重ねるときは、これはこっちがガイドになると。なるほど、さっきの前上がりは無視する感じですね。そうですね、無視してここにワンレングスを、ごめんなさい、ここにワンレングスを重ねていくと。で、切るときはボックスで切りましょう。肩ギリギリなんでね、こっち入っていっちゃうとぶつかったりとかして切りにくいので、一回ボックスで切ります。はい、まあ、本当このアンダー第一線、ボンノクボまで、うん、
のところにこういうローグラ入れたりとかちょっとこう工夫してあげたりとかするだけでも全然違いますよね。で今回特にこうなんだっけ、外羽にもしたいっていうご要望だったんで、うん、外羽ベースには切れないわけですよ、内巻きにしづらくなっちゃうから、うん、だから内巻きベースでは考えるんですけど、外羽にするときにしづらくならないように切っていくためにこういうアンダーの考え方はした方がいいかなって感じです。はい、はい、まあ、上とかはね普通にワンレン重ねちゃってるだけなんですけど、はい、こういう形になります。はい、そしたらちょうどここ肩当たるわけですよね。うん、それから難しいんですよね。ここが難しいじゃないですか、うん、やっぱこういう時にはモデルさんに、まあお客様とかもそうですけど、ちょっと首をこっちに傾けてもらいます。左に傾いた感じですね。はい、左に傾けてもらって、ちょっとごめんなさいねで、一回ボックスに切ったのを、うん、ここで、おお、なるほど、切りやすい。そうですね、これね、切りやすいんですよ。ただ、うん、あの結構こういう切り方するとこう切りがちなんですよね。ああ、返しちゃうね。うん、なるほどなるほど。これは本当要注意、切るときに。確かに内巻きにもしたいですからね。そうですね、できるだけやっぱり手っていうのはこうっすよね。うんうんうん、そうですね、これは本当に大事、うん、で、ハサミもインに入れて、なるほどなるほど、ここをちょっと切ると。やっぱそうするとモデルさん、お客様に首ちょっと傾けてもらうだけで全然違いますね。違います。で、こうやって起きてきた時とかにその分段差が入るわけですよね。あ、じゃあちょっとバックサイドもイングラ気味に入ってくると。そうです、バックサイドもイングラ気味に入れると、まあ、このちょっとしたところなんですけどやってあげると全然変わってきますよね。うんうんうん、もう一度いいですか。確かに、そうすると頭皮に対して0度の位置が切りやすそうですね。これは切りやすいんですよ。でこうやって傾けておいてもらえると、ここは0度ですもんね。そうです、ここは0度ですよね。切りやすい。で指だけ注意して、ここ肩当たっちゃうんで、はいはい、指だけ注意してこうクッと入れると。なるほど。そうするとここは0度、うん、で指でしっかりグラ調整して、うん、これこうやったら意味ないですからね、本当。一回じゃあ首を起こしてもらってみます。起こしたパターンでやるとゼロ度がどこにあるんですか。起こした場合だとゼロ度ここっすね。あ、だいぶ難しいですよね。これは切れないですよね。まあコーム切りで切るんだったらこんな感じですか。うん、でもブレやすいんですよね。これブレやすいですし、やっぱりこう内巻きにとか考えた時とかにちょっとやりづらい、うん、外羽だったらこう切れるんですけど、うん、確かに確かに、内になってくるとやっぱりちょっと話変わってくるんで、うん、やっぱそうなってきた時はごめんなさい、失礼します。はい、こうやって傾けてあげた方が絶対的にこう切りやすい、うん、確かに。これで0度ですからね。これで0度でこうやって切ると。はい、でしかも傾けてると、まあ、イングラ入れてるようなもんなんで、うん、ハサミでもね、イングラ気味に切ってますもんね。そうです、こういう形ですね、うん、やっぱ綺麗に切れますよね。これめっちゃ便利ですね。これね、めちゃくちゃ便利ですよ。ナモキチ、お客様にやってもらってお客様に嫌だって言われたことないですか。言われたことないです。あ、さすが。なんでかっていうと、綺麗に切りたいんでって言います。うん、大体お客様もちょっと首傾けるだけでね、手入れのしやすさが変わったりとか。そうです、これで嫌だって言われたら僕も嫌だって言いますね。なるほど嫌じゃないですか。嫌じゃないです。ああ、よかった優しい、すげえ優しいはい、でやっぱりここがね、うちにも入ってるんで、こっから。ああ、これ頭の丸みで ね頭の丸みがこう、はい、こう入ってるんで、ここも一気にこうやって切らないで、うん、一回ボックスに引きます。そうですよね、頭なりに行って乾かしたら結構上がっちゃったとかありますもんね。全然あると思います。こうですね、はい、ここが0度でボックスに引いて、ここの角度でこれを切る、うん、はい、でこっちはここですね。この角を切ると、うん、起きてもらっていいですか。はい、
すると、ここがこういう。肩の長さが綺麗に切れてる。綺麗にこうやって切れますね。うんうん、これはやっぱりちょっと、切り方、うん、しっかりちょっと覚えておくと、かなり便利かなと思います。はい。はい、ここからもう一度切りますね。はい。あ、乾かします。はい。はい、高評価、コメント、お待ちしてまーす。直吉のインスタ、アブタのツイッターをフォローお願いします。お願いします。チャンネル登録は右下をクリッ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 ク。はい、整い終わりました。今こんな感じですね。はい。はい、で、顔周りを作ってきます。はい。で、まあ、顔周りはね、ちょっと作ろうっていう提案をさせてもらいました。はい。だからね、縛るっていうことなんですけど、うんうん、まあ、ここまで顔周りがあって、うん、こういう感じですね。はい。で、まあ、縛るってなると、まあ、こうなってしまう。あ、そうですよね。どっちでもいいってことだったんで、うん、じゃあ作ろうって言ってここにやっぱ毛がある方がいいかなと思ったんで、いろんな意味でいいですよね。うん、やっぱここはあった方がやっぱ可愛いかなと思ってね、うん、やっぱここにこういう生え際がねこうやってあるじゃないですか、はいはいはい、ここまで、あ、ごめんなさい、ここまでちょっとこう取ると、で、まあ縛った時とかもイメージして、うん、縦長さもいいですね。前髪の頂点は変えずにってことですね。そうですね、あの、ここの頂点を変えずに幅を広げて、幅を広げて、はい、まあここまでですね。はい、まれにここまで取ることもありますけど、うん、まあまれですね、基本的にはここまで。はい、はい、そしたら、まあ、ちょうどね、ここがね、可愛くね、自分で切ったって言ってたんですけど、めちゃくちゃ上手。お、上手、ね、めっちゃ上手。さすが、さすがだよ。大抵みんなここ切っちゃうんだけどね。そうだよね、ここ残ってると大事ですね。そうそう、うん、ここ残ってるから、うまい、ここをうまいことこうつなげてきますね。やっぱ落ちる位置で切った方がいいんですかね、ここ。そうですね、ちょうどここら辺でくり抜くようにこう切ってきます。で、まあ長さの指定もそんなになかったので、まあ、このからね、抜いてこういう感じでつっていきます。ちょっとスライド気味に削りながら、そうですね、作ってないんですかね。こういう形なんですね。はい、そうするとこうやって落ちてきた時とかに、うん、ここがこういうなんですか。可愛いですね。レイヤーみたいなのがこうやって入って、はい、でこっちも軽くなるじゃないですか、うん、下に行くにつれて。やっぱこういう感じがこう縛った時とかに終わった時に可愛いと思うんですよ、ね、うんうん、こんな感じで、うんうん、はい。で、あとはもう上にちょっとレイヤーとか角とか取って終わりになります、うん、なるほど。もうこれだけ、もうすごいね、シンプルなカットですね。で、まあさっきも言ったけど、ここにこう骨格がグッて入ってたりとかするんで、はい、ここにはやっぱりね、角がたまるんですよ。これですね、この毛、重みがドーンときますよね。この重みがたまってるんで、うん、ここの上のこの重みを取ります、はい、これをダイレクションをかけてこの数ですね。はい、もう一回やりましょうか。これをここのスライスに合わせて0度で引き出すと、そこはどこから生えてる髪なんですか。この髪はさっきの言ってたここの頂点です、うん、つまりこの毛が一番重なるところですね。そうですね、この角を取ってあげると、はい、はい、引きました。これ切るだけでここも一気に厚み変わりますね。一気に厚み変わりますね。で、足りないようになったらオンベースに引き出してここの角も取ります。はい、顔周りや骨格が難しいから角がいっぱい出てきますね。そうですね、だからいろんな方向にこう引き出してあげると角っていうのは絶対出てくるので、うんうん、こういう骨格に合わせたね、うん、だからそこはちゃんと注意しないといけない、はい、ここはやっぱちょっと別個で考えてあげるぐらいで考えないといけないですよね、はい、こういうグッて入った時は。はい、で、あとはちょっとレイヤーを入れて、
できるだけちょっと重ためのシルエットに持っていきたいので、あんまりレイヤーの幅を入れないです。ちょっと逃がす感じで、はい、ちょっと上に逃がす感じで上だけ切っていきます、はいはい、これでレイヤーとかも終わりですよね。なんか毛先がすごい柔らかくなりましたね。ね、柔らかくなりましたね。で、まあここからチェックカットみたいにしていくんですけど、あ、ね、毛量調整、まあしていくんですけど、結構ね、空いてあるんですよね。あ、もともと？もともと結構空いてある状態なんで、そんなになんかものすごく毛量調整はしません。うんうん、でもやっぱこうやって跳ねたりとかしやすい毛出てくるんで、はいはい、肩ギリギリだし、はい、こういう毛ね、はい、こういう。ちゃんと切っててもなんかちょっとこの辺にね、セリングが入ってちょっと跳ねやすくなってるんで、こういうのはちょっとこう整えてあげる。おお、なるほど。こう乾かしてみないと分かんないことってあるじゃないですか、はい、ブローとかしてもなんかちょっとこう跳ねちゃうなみたいな時はちょっとここの表面をちょっとこう削ったり。おお、やっぱハサミの角度がやっぱそういう角度なんですね。そうそうそう、こういう感じでチェックカットする。そうするとさっきよりも全然ほら、うん、収まりがどんどん良くなってきますね。長さを切るっていうよりかも長さはこの下なんで、うん、やっぱワンメンで切ってる分厚みが出てくるから、その厚みの引けばって出てくるところを切ってあげる。まあ、軽くこのハサミの角度でレイヤー入れてるみたいな感じですよね、うん、こういうチェックカットもこういう肩ギリギリの時とかは先生いいですか。やっぱ綺麗になりますよね。うん、めっちゃ綺麗。このリングスでこの上手に入れるといいですよね。そうですね。はい、こういう感じになります。はい、はい。可愛くなりました。めっちゃ可愛い。はい、切り方どうでした。あれすごいですね。そうなんですよ、ちょっとね、お首をねこうやってね傾けてもらうだけでやっぱりこう指が入るし、うん、まあ、しっかりここでこう指をグッて入れてもらえればしっかりこう内巻きにも入りやすくなるという形になりますので、うんうん、でまあ今回ねちょっと外跳ねにもしたいっていうことだったんで下の軽さとかもちょっと出しながら、ね、切らしてもらったんですけれども、うん、まあ、やっぱこういう顔周りとかも可愛いですよね。うん、めっちゃ可愛い。作ったりとか縛った時とかにこうやってあるとやっぱり可愛いかなと思う。うん、まあこういうね、いると思うんですよ、縛りたいからギリギリのボブでいます。そういう方が来た時とかにぜひともねお役に立てたら嬉しいなと思いますんで、ぜひともやってみてください。ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。アブちゃんの動画の方がシミ売り上げ伸びるよ。なんだよ。美容師道場チャンネル登録はこちら。